アラニンには天然型の S 体と非天然型の R 体が存在します。これらは鏡に映った像であり、胸像異性体の関係にあります。右手と左手のように互いを重ね合わすことはできません。胸像異性体では生体分子活性が異なります。この S 体は麻酔作用を示すのに対し、 R は新毒性を示します。S 帯と R 帯を効率的に作り分ける方法に触媒的不正合成があります不正触媒を用いない場合 S 帯と R 帯が生成する際の活性化エネルギーは等しくそれぞれ1対1の比で生成します触媒を用いると例えば S S 体生成の活性化エネルギーが低下し選択的に S 体を合成できます我々は骨格形成反応に有効な不正触媒の開発を行っておりそのいくつかは商品化され高い評価を受けています有用な触媒的不正合成法の確立を目指し日々研究に取り組んでいます